私は負けない。美しい青空が広がる札幌レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。名勝負になる舞台は整いましたね。人気と実力を兼ね備えた1番、今日は3番人気です。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、6番。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、1番人気成田大進。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。9番と6番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気成田大進、9番快調に飛ばしていきます。先頭を行ったのは6番、続きました9番、激しい先頭争い。その後4番、そのうち並んで2番。第1コーナー回って第2コーナー、さあ花に立ったのは9番。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは6番、大きく離れて2番、少し後ろから4番、成田大進、追走、さらに外7番、さらに1番、少し離れて3番、後から8番。9番先頭を進みますが、これは正解でしょうか。9番彼女の客室には合っていますね。涼やかな風を肌に感じる札幌の地、順位を振り返っていきます。現在1番手は9番、続いて6番、向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身、さらに9番、少し離れて6番、大きく離れて成田大進、そしてそのうち2番、外7番、4番、追走、その後ろから1番、それを見るように8番、少し後ろから3番、意気揚々と先頭を行きます。9番どうでしょう、この展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。さらに9番、その後ろから6番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ先頭は動かない。これは直線勝負になるか。残り400、成田大進ここで抜け出した。さあ内から先頭を伺うのは9番成田大進。花を進む成田大進、速い速い、もはや独走状態。200を引いた、強い。2番手争いは9番、6番、先頭は成田大進。変わらない成田大進、強いとしか言えない走り。次のレースが今から楽しみです。メイクデビューを制しました。成田大進の完勝でした。2着は4番、3着は9番。